みたいな。嬉しい、欲しかった。クラブ、コロコロ変える人、コロコロ変えるって言ったら。いやいや、やめとけ。やめとけ。それは言っちゃいけん。ちょっとこれもなし、なし、なし。皆様、こんばんは。ゴルフ夫婦のゆうたです。本日は、一人でオープニングを撮っております。ということは、ゴルフ夫婦初のドッキリ企画をやっていきたいと思います。ホワイトデーでございます。そこでですね、日頃からいつもゆかちゃんに家事、洗濯、ご飯を作ってもらったり、お弁当を毎日作ってもらって、僕はとてもハッピーです。そんなゆかちゃんに感謝を込めてですね、クラブをプレゼントしたいと思っております。また僕がこの動画を使っていい旦那なんだなというところを皆様に発信できたらいいなと思い、動画を回している次第でございます。ご了承くださいませ。本日ゆかちゃんにクラブをプレゼントしようと思うのですが、そのクラブはなんと今話題のステルス2でございます。これはですね、3番ウッド。なんでこれにしたかっていうと、倉敷にアウトレットがあるんですが、そちらに以前行きました。で、本当の目的はユーティリティの6番を探す旅に行ってきたんですが、まあ、ユーティリティ6番も買いました。で、3番ウッド、ドライバーめちゃくちゃ良くて、で、今現状ですね、ゆかちゃん3番ウッドに困ってます。なかなかいいショットが打てなくなってきたので、3番が欲しいなーっていうのをずっと言ってました。で、それを聞いてたので、シダをしたらとてもいい計測結果が出てたので、これは3月14日にプレゼントするしかないと思いましてですね、ネットの方で注文いたしました。で、このあとシダ動画を練習場に撮りに行こうという流れに、なっております。で、そこでゆかちゃんに突如このステルス2を渡したらどんな対応になるのか、乞うご期待でございます。以前からですね、ゴルフ夫婦の動画を見ていただいている方にはわかると思いますが、ゆかちゃんはとても塩対応でございます。知ってますよね。ということで、このゆかちゃんが多分喜ぶと思う動画になるとは思うんですが、ドッキリをしてですね、ゆかちゃんはどんな対応になるのか、めちゃくちゃ喜ぶのか、泣くのか、もしくはブチギレるのか、はたまたいつも通り塩対応されるのか、乞うご期待でございます。ではこの後練習場で動画を回しますので、最後までぜひご覧くださいませ。よろしくお願いいたします。バイバイ。では練習場ついて、練習シダ動画するまで練習したいと思います。はい。ちょっと僕忘れ物したけん、ちょっと撮ってくるけん。どうぞ。はい、ちょっと撮ってんな。本当によ。はいはいはい。はい、ではですね、ゆかちゃんにサプライズをしていきたいと思います。ステルス2出したらですね、どんな反応をするのか、ちょっとやってみたいと思います。日頃の感謝を込めてですね、愛も込めてですね、渡していきたいと思います。どんな反応するのか、お楽しみに。お待たせロリ。いいえ。ゆかちゃん、いつもありがとう。まだ買ったの？買っちゃいました。どういうこと？どっからそんな感じなわけ？裏金。意味わからんのだけど。賄賂。どこに届くようにしとったの？え？実家？はい。は？バレないように。意味わからないんだけど。ゆかちゃんにホワイトデーのプレゼントです。いやいやいや、じゃあお金かけすぎちゃう？ていうか、クラブコロコロ変える人、女コロコロ変えるって言うから。いやいや、やめとけ。やめとけ。それは言っちゃいけん。ちょっとこれもなし、なし、なし。やめとけ。そんな不満？そんな不満ある？直接言って。そんなことないです。直接言って。相変わらず、塩対応ですね。え？ほんまに？うん。ゆかちゃんが欲しいというか、この間。倉敷で見て、シダ良さそうだったっけ。高くない？高かったやん。いやいや、安い安い。高かったよ。
僕からしたらこんなもん安い。ふざけるな。家計圧迫するんじゃねえ。許可なく買うんじゃねえ。使ってください。え、マジ？うん。いつもありがとうございます。そう。うん。ありがとうございます。新品やん。新品でございます、一応。中古とかじゃないんだ。うん。新品で買いました。やばいって。ちょっと打ってみる？でも、とりあえず。そうやな。今日の、シダ動画を撮ろうって言ってたのは、うん、そうで、これこのプレゼントで、ゆかちゃんが、いつも塩対応だけど、こういうプレゼント、ホワイトデーでプレゼントしたら、喜ぶのか、泣くのか、塩対応するのか、超激怒するのか。多分みんな楽しみにしとったんだけど、結局、塩対応だったっていう。いや、言っといて。もうちょっとなんかあれするやん。みたいな。ありませんでしたね。え、マジ？うん。やば。喜んどるんよ。嬉しい？嬉しい嬉しい。ほんと？ありがとう。よかったです。けど、そのお金どっから出てきたか教えてよ。いや、それは、それはちょっと言われんわ。ほんまに。それはちょっと言えません。これで、今月生活できんかったら、ゆうたくのせいやで。マジで。確かにな。ちょっと開けてみたいと思います。開けてみて。はい。まあ、ゆかちゃんずっとでもほんま3番ウッド。そうそう、なんか3番ここ最近おかしかったよね。なんかあの、ドロップ事件があってから。おう。あの、朝露噛んで。朝露噛んでね、あの、ドロップしてからなんかちょっと3番ウッドおかしくなっちゃって。だったよな。うん。で、なんかそっから、今までは打てよったんだけど。そっから打てれんなりやしたよな。うん、そのイメージがあるんか知らんけど。なんか球を上げんといけんと思い出してけんかな。ああ。あの、14.5 度だよ、あれって。うん。それもなんかあるんかもしれんな。これは何度かな？これ15度。15度。で、シャフトが SR。純正。やばくない？ちょっと練習してから打ってみようか。もういい今。いきなり行ってみようか。うん。一発目は肝心ですよ。ちょっとダフったね。でも良さそうだな。うん、でも良さそう。やば。そうなん。いい感じ？こんなん買っとったん。こんなん買ったんで。バレんように実家に送ってな。すげえな。あ、ええ玉だわ。めちゃくちゃいいね。すげえ綺麗な玉だな。な。高さが出るな。出るね。これでシャフトを僕がまあ、あの、リシャフトして。すご。めちゃくちゃいいがん。いいね。もう、捕まっとるし、スピン量も、ちゃんと入ってそうな剣。こんなん言ったらいけんけど、私があげたチョコはもう、大したチョコじゃなかった。いやいや、こんなもん気持ちじゃがんなって。びっくりするぐらい倍以上のもん返ってきた。だってゆかちゃん買い物せんのんじゃもん。欲しいもんないもん。皆さんね、ゆかちゃんね、あの、誕生日プレゼントとかホワイトデーとか、まあそういう記念日に何が欲しいって言っても、もういらんけん、ほんま、もうその、探すのがストレスだけど、もう聞かんといてって言って。怒られるんですよ。で、泣く泣くメルカリ見て、絞り出した。ああ。プレゼント。ほんで結局。5000円ぐらいのキーケース。だったな。うん。だけん、何言っても多分いらんいらんっていうけん、今回はサプライズドッキリでやってみました。え、やば。めちゃくちゃええな。高さすごい出るな。出る。打ちやすそう。ありがとうございます。はい。そんな感じで、もし必要であれば、シダ動画撮りますんで、あの、見たいっていう方がいらっしゃいました。ステルス2です。コメントください。なんか、ドッキリってもっと驚かんといけんのだよな。いや、まあ、ゆかちゃんは塩対応じゃけん。まあ、それでいいんじゃない？いや、なんか、もっと事前に言っといてくれたらなんか、はぁみたいな。嬉しい、欲しかったみたいな。確かにな。もう一回あれした方がいいかもしれんな。うん。っていう感じです。はい。
いや、わからんけど、この動画。はい。終わり？今日は。もうこれで締めましょう。僕オープニング撮ってますんで。ありがとうございました。はい。じゃあ、この動画がいいと思ったら、グッドボタン。チャンネル登録。いや、わからんけど。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。